はい、皆さん、こんにちは。ルートチャンネルです。それでは今日も、素粒子物理学の解説動画いきたいと思います。今日はですね、最もね、使われている加速器の一つである、サイクロトロンですね。これの、基礎について、簡単にね、紹介したいと思います。前回もね、話したんですけども、この円形加速器のキーポイントとなるのは、このフレミングの左手の法則と、ここから導き出した前回のね、動画で導き出した、この運動量 P イコール 300RV の、式になります。はい。それではまずね、サイクロトロンっていうのはどんなもんかっていうのを、ちょっと書いていきたいと思います。概略図を書くと、こんな感じになると思います。で、仕組みなんですけども、ちょっと書いていきますね。一様な磁場ですね。に垂直に置かれた2つの、ちょっと丸くなっている、この電極ですね。この間に、サイクロトロン周波数の、高周波電波をかけると。これで加速すると。で、ポイントとしては、ここから、これ S って書いてあるの、これイオン源なんですけど、ここから、イオンが加速させた粒子が出て、で、磁場がかかっているので、ここで曲がると。で、ここを通るときに加速させると。で、加速させる。で、曲がっていく。で、こうやって加速させると。で、曲がる。加速させる。曲がると。こんな感じですね。概要としては。概要としてはこんな感じです。最後、こうやって取り出すと。ちょっとフリーハンドで書いてるので、ちょっと綺麗な円じゃないんですけども、ざっくり書くとこんな感じですね。で、ポイントとしては、電波でね、加速されると。この間をね、この間を通るときにこれ、電波で加速させられると。で、この時に、磁場は一定なんですよね。で、この式、思い出してほしいんですけども、磁場が一定なので、こういうふうにその半径ですね、だんだん円が大きくなっていってますよね。円がだんだん大きくなっていくと。つまり、こうやってまとめると、電波で加速されて、円運動の半径が大きくなっていくと。こういう、仕組みになってます。そして、この回転数なんですけども、さっきは周波数とかになったんですけど、この回転数なんですけども、回転数 F とすると、この F っていうのは、こういう式で表すことができます。こういう式で表せる。この高周波電波あるんですけども、これに合わせた、この回転数に合わせて、一定のね、周波数の交流電波をかけることで加速させてやることができます。原理としては、こんな感じです。じゃあ、このサイクロトロンって具体的にどういうところで使われてるんですかっていう話なんですけども、いろんなとこで、使われてるんですけども、具体例を1個挙げると、具体例を1個挙げると、ここですね。これどこだと、どこかわかりますか？これはですね、カナダのトライアンフという研究所で、実は昔僕が、学生の時、ここで、実験をしていました。で、ちょっと残念ながら、ちょっと、サイクロトロン加速器はこの黄色のコンクリートブロックの向こう側にあって、サイクロトロンを直接ね、写真で撮れなかったんですけども、この奥に、サイクロトロンがあって、500メブの、陽子加速器になります。その加速した陽子を、ターゲットに当てて、それで粒子を作ると。で、その時に作られた、π 中間子ですね。ここで、奥で π 中間子が、できます。で、それを、この中、通ってきて、で、ここになんかマグネット、電磁石がここにあるんですね。で、ここまで通って曲げてきて、ちょっとここ汚れてて、ちょっとなかなか見にくい。この中に検出器があるんですね。サイクロトロンで作ったプロトンビームをターゲットに当てて、で、π 中間子を作ると。で、このパイオンのビームを、こうやって持ってきて、このマグネットで持っていくと。で、それで、ターゲット、ここに検出器があるので、
検出器に当てると。そして測ると。まあ、こういう研究をまあ僕は学生の時にやってました。はい。まあ、他にもね、たくさんあるんですけども、まあ、代表的な例を一つ挙げると、まあ、トライアフのサイクロトロンになるかなと思います。まあ、なかなかね、こういうね、のを見る機会っていうのもないと思うんで。はい、どうだったでしょうか。今日はね、サイクロトロンについて、まあ、本当に簡単に、紹介しました。それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは。